ワラビーのレストラン、クワガ堂へのお客さん。今日は新しくできたワラビーのレストラン、クワガ堂への開店日。朝からドキドキしっぱなしです。最初のお客さんは誰だろう。やってきたのはアオサギです。こんなところにレストランができたのね。おすすめは何かしら。魚のスープはいかがでしょう。いいわね、それにするわ。かしこまりました。ワラビーは笑顔でスープを運んできました。ところが、ワラビーさん、長いくちばしの鳥がこんな浅いお皿やスプーンでスープを飲めると思う？アオサギはくちばしでスープをつついてみせました。ワラビーはお皿が割れないかとヒヤヒヤしながら言いました。でも、このスープ皿しかないんです。アオサギは魚だけ食べるとスープを飲まずに帰ってしまいました。次にヘラジカがやってきました。お、素敵なレストランだな。ヘラジカが入ろうとすると、わあ、扉が壊れちゃう。だって君、こんな狭い入り口じゃ大きな動物は入れないじゃないか。ヘラジカも帰ってしまいました。次にやってきたのは、最近森の奥に引っ越してきた、とても怖いと噂のトラです。ワラビーは思わず看板をかけ替えてカーテンを閉めてしまいました。それからもトラはやってきました。でも、そのたびにいないふりをしました。だって、お店に入られたら僕が食べられてしまうよ。そんなワラビーのレストランにはぽつりぽつりとお客さんが来るだけでした。ある日、猫がやってきました。猫10匹でディナーの予約はできますか？おじいちゃんのお誕生会なんです。あー、素敵ですね。もちろんできますとも。お料理は何をお出ししましょうか？魚の料理をお願いします。おじいちゃんが大好きなの。お任せください。お待ちしております。ワラビーは飛び跳ねながら魚屋へと向かいました。あれれ、魚がない。ごめんなさいシェフ、今日はもう売り切れてしまったんですよ。え、そんな、困ったな。ワラビーは頭を抱え込みました。なんとかしなくてはなりません。よし、自分で魚を釣ろう。10匹くらいすぐに釣れるさ。ところが、魚は一向に釣れません。イライラしながらあたりを見回すと、アオサギが見えました。あの長いくちばしで上手に魚を捕まえています。ワラビーは感心して思わず叫びました。なんて器用なくちばしなんだろう。アオサギさん、お願いです。魚を取るのを手伝ってもらえませんか？お安いご用よ。アオサギはじっと水面をにらみつけると、さっとくちばしを水にくぐらせました。と、次の瞬間には魚をくわえています。アオサギのおかげで
クーラーボックスは魚でいっぱいになりました。ワラビーがお礼を言うと、アオサギはにっこり笑って飛んでいきました。急いで帰って準備に取り掛かるぞ。あ、重い。大量の魚でクーラーボックスが重くなってしまったのです。ワラビーがクーラーボックスを引きずりながら進んでいると、横を通り過ぎようとしていたヘラジカが話しかけてきました。重そうだな、運んでやろうか。そら、君は背中に乗って。ヘラジカは大きな角を使ってすごい速さで運んでくれました。うわあ、なんて力強いんだろう。ブルドーザーみたい。助かりました。ありがとうございます。ヘラジカは自慢げに角を一振りして帰っていきました。はあ、僕にはくちばしもないし角もない。自分と違うから分かり合えないって思っていたけれど、そうじゃないんだ。違うからこそ助け合えるんだ。今度は僕もアオサギさんとヘラジカさんにレストランで美味しい料理を食べてもらわなくちゃ。さあ、急いでディナーの準備です。ワラビーは猫たちのために腕によりをかけて魚料理を作りました。猫舌の猫たちに合わせて料理はぬるめに。あとは来るのを待つだけです。猫たちがやってきました。わあ、いい匂い。早く食べたいな。さあ、おじいちゃんを迎えに行こう。とその時です。なんと、怖いと噂の虎とおじいちゃん猫が一緒にやってくるではありませんか。おじいちゃんが食べられてしまう。道に迷ってうろうろしていたら、この方が優しく声をかけてくださってな、連れてきてもらったんじゃよ。虎ですよ。ほう、そうだったかい。よく目が見えないもんでな、大きな猫さんかと思ったよ。でも虎でも猫でも構わんよ。わしらは友達になったんじゃ。みんなは驚いて虎を見ました。虎は恥ずかしそうに微笑んでいます。優しそうだね。誰が怖いなんて言ったんだい。怖い目にあったなんて話聞いたことないよね。いつもそうなんです。みんな逃げてしまうんです。虎は寂しそうに笑いました。それでも仲良くなってくれる誰かを探して旅をしてきたんです。そしたらこの町にたどり着いて、レストランを見つけて。ワラビーと猫たちは申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。トラさんのこと見た目だけで怖いって決めつけてしまって本当にごめんなさい。心や性格は見えないからこそお互いを知ることが大切なんじゃな。料理だって食べてみなければ味がわからんからの、ワラビーさん。本当にそうですね。さあ皆さん、お席へどうぞ。トラさんもどうぞ。トラは目を潤ませました。僕はずっと
この夜を忘れないでしょう。ワラビーもずっとずっと忘れることはありませんでした。それから月日は流れ、レストランは町の憩いの場になりました。さまざまな動物がやってきます。そう、誰でも、もちろんあなたもね。共に生きる町を目指す条例。共に生きる。私たちは一人一人を尊重し、誰もが安心して暮らせる町を目指します。人と共に生きる。この町には0歳から100歳以上の人まで、さまざまな年齢の人たちが暮らしています。その中には障害のある人や外国籍の人などもいます。一人一人の違いが尊重されることが、まちづくりの源なのだと私たちは考えます。社会と共に生きる。この町では一人一人の立場や置かれている状況が違う人々が集い、学び、働き、遊び、活動しています。共に力を合わせることが大切なのだと私たちは考えます。経済と共に生きる。この町で活動する事業者は大切な区民の一人です。地域に力を与えてくれる存在なのだと私たちは考えます。環境と共に生きる。海抜ゼロメートル地帯であるがゆえの災害の危険性を受け入れ、大規模な水害や巨大地震などが起きても誰一人取り残さないことが大切なのだと私たちは考えます。未来と共に生きる。世界中の人々がより良い未来を作るために活動を始めています。それらを学びながら先頭に立って走り続けたいと私たちは考えます。今日生まれた子どもたちが2100年になって生活しているこの町を、夢と希望に満ちあふれたものにしたい。私たちはその実現に向けて全力を尽くすことをここに誓い、2021年この条例を制定します。